車椅子ラグビーシャイスラグビーは、獅子に麻痺のある障害者が、車椅子で競技する障害者スポーツの一つ。ウィルチェアラグビー、クアドラグビーなどの故障がある。車椅子同士がぶつかり合う激しいボディコンタクトがあるのが特徴で、北米ではマーダーボールとも呼ばれた。バスケットボール、ラグビー、アイスホッケーなどの要素を取り入れ、1977年、カナダで考案された。 初の国際大会は1982年、アメリカとカナダの間で行われた。1996年アトランタパラリンピックで公開競技として披露され、2000年、シドニーパラリンピックからパラリンピックの公式競技となった。コート2016年のリオデジャネイロパラリンピックの3位、決定戦でカナダと対戦して52から50で勝利し、銅メダルを獲得した。 2018年、車イスラグビー世界選手権決勝で、オーストラリア代表を62の61で破り、優勝。2018年度国内登録のチームは11チーム。2019年4月1日、ウィルチェアラグビーから、車イスラグビーに日本語の競技名を変更。2019年10月16日から20日、車イスラグビーの国際大会。 車椅子ラグビーワールドチャレンジ2019が開催された。世界上位8カ国が出場した。優勝はアメリカ、準優勝はオーストラリア、3位は日本だった。ありがとうございます。